こんにちは、いちこからのもも、いちこと申します。お願いします。今日はですね、はい、こちら前回も買ってきたものと同じになるんですけど、僕のヒーローアカデミアクリアカードコレクション3を10枚開封していこうと思います。前回の動画まだ見てない方は概要欄に載せておくので、よかったら見てください。ラインナップはこんな感じです。今日もかっちゃん出てきてくれたらいいなって思います。前回と被らなかったらいいなって感じです。じゃあ一つ目いきます。せーの、はい、ヤオモモでした。これ持ってないやつです。やった、めっちゃセクシーだ。はい、じゃあ二つ目いきます。せーの、はい、ミネタくんでした。順調順調、持ってないやつばっかり。3枚目いきます。せーの、はい、オールマイト来てくれました。じゃあ4枚目いきます。せーの、はい、これめっちゃいい感じですね。なんか感動します、この後ろにいる感じとか。じゃあ5枚目いきます。せーの、はい、はい、ここでヴィラン来ました。いらっしゃい、ステイン崇拝者ってイメージ。はい、じゃあ折り返し地点6枚目です。せーの、はい、セラ君来てくれました。これも持ってないです。やった。私最近推しが引けないけど、引きはいいんですよね。はい、じゃあ6じゃない、7枚目。せーの、はい、あれ、やっぱり引きがいい。これが166で、これが167なんですよね。やった。はい、じゃあ8枚目出た。この前もここでかっちゃんやばい出ないなって悩んだんですよね。でもあんまり欲を言うと出てくれないので、もう誰でもいい、かぶらなければ。せーの、はい、はい、え、待って、フラグ回収かぶったんですけど。弱らしいなさん、かぶらなければいいって言った瞬間かぶりました。どういうこと。9枚目、残り2つです。せーの、はい、飯田くんでした。かっこいい、めちゃめちゃ足上がってる。ラストになってしまいました。今日はっていうか、本当に最近かっちゃん出ないんですよね。ちょっと TikTok 見てくれてる人だったらわかると思うんですけど、ガチャガチャも全然当たんなくて。じゃあ最後いきます。せーの、はい、びっくりした、何も映ってないかと思った。ハガクレトールちゃんでした。私これ欲しかったんですよ。すごくないですか、ほら見えない、透明だから。はい、今日はこんな感じになりました。でも前回と被ったの1枚だけだったんで、まあ、まだマシかなって感じなんですけど、自分で引きが最近ダメだなって思う時はグッズ買わない方がいい気がしてきた。それでも買ってしまうんですけどね。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。お願いします。また開封動画あげます。じゃあねー。